こんばんは、かっけんです。まやかです。今回は、ウィレが、発売して1ヶ月ぐらい経って、アイコニックもぼちぼち、そうだね、ぼちぼち出始めて、で、まやかさんが、マイクラブを、そろそろ、メンバーも揃ってきて、そう、やってもいいかなって思ってくる時期っていうことなんで、前回も多分前、2020でも軽くやりましたね、スカット紹介みたいな。やった気がする、1回だけやった気がする。なんで2021年多分俺は自分のチャンネルとかでもスカッと紹介してないと思うんですね。まだ全然やる予定なかったから、まだいいかなと思って選手だけ集めてて、やりたい時期になったらやろうかなと思ったから。なるほど、初公開初公開よ、スカッと。2021の前川さんの現段階の、スカッと紹介をこれからやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、4-2-1-3ですか。そう、ティモ・ビンデバルト。これをメインで使うってことはほとんどない。あ、そうなんですね。だいたいこっちか、こっち。おお。今は、選手の配置のあれで TS とかちょっとばらけちゃってるけど、これはなんか、置いといてある感じ。あ、そうなんですね。ここは別にどの監督でもいいかな。もう3トップの監督いると、なんか相手が3バックの時とか、サイドバック上げてきてる人とかに対して結構刺さったりするから、あ、なるほど、1枚入れとくのはいいかなっていう。あとはこのフィッシャーのディフェンシブのところ、あとは普通の、紹介したガスペリーの、あ、そうですね、前に紹介しましたね、3-2-3-2みたいなやつ。これは、練習とまではいかないけど、相手によってはこのフォームでバッてやることもあったりって感じ。ほんと3バックとサイドバック上げてる人に対しては、もうこれで適当にロナウジーニョとかムバッペのところにボコボコボール蹴って長いボール、簡単に点取ろうっていう、楽して少しでもっていうのができるように入れてやる、うまくいかない試合とかあるから、フォーメーションは違う形のやつ1つか2つ入れとくのがいいかなって気がしてます。で、キーパーは、今週、ライブアップデートも今日で、明日で切り替わっちゃうけど、一応今週は2枚入れてますね。やっぱり C の時はできるだけ2枚を入れるっていう、あるんですか。いや、アイコニックが増えてきて、スカットにそんなに C のやつらがいなくなったから、調子気にしなくてよくなった、そこまで。で、キーパーは基本的にドンナルンマとクルトワ以外も信用してないんで。そうっすね。で、C のまま、これドンナルンマ外して、クルトワの代わりに、例えば、ディフェンスの選手1枚多く入れるとか、マステン入れたり、メッシ入れたりとか、デルピエロ入れたり、あると思うね、タクはあると思うんだけど、結局使わないんだよね。そうっすね。入れといても。結局なんか入れとくはなんか不安だから入れとくんだけど、スタメン見て、今度もBとBとBとAとBとみたいな感じだと、調子崩れないし。ベンチ7人いるけど、3人しか交代できないんで。で、大体交代で入れる選手ってもう自分の中である程度決まってるから。あと人によっては前線が結構多いですもんね。あ、そう。で、今のマイクラブの環境、正直 B とか A ばっかで固めてたら、フォワードの控えなんか3枚いれば十分だから。確かにそうですね。あとは中盤と、ディフェンスライン固めればいいんだけども、ディフェンスラインも、今週だったらファンダイク以外は B だから、フル出場全員いけちゃうし、ファンダイクが調子悪かった時のためにキャンベルがいるぐらいで、で、ジュベットシューバとかは、アラバとかベッカムとか、ビエラが調子悪かったら、この辺に入れて、みたいな感じで、もうほぼ使う選手も決まってるし、後半から入れるのはこの辺だし、なってると、もういらない他の選手たちが。だから、C だけど、信用してるキーパー2枚入れといて、どっちかゼフ長になったりしたら、どっちか使ったり。やっぱゼフ長全然止めないじゃん。さすがに。いや、もうやばいっすね、あれは。どっちかが B だったら、全然どっちか B でポンって置いて、他の選手入れたりするんだけど、キーパーはね、ノイヤーの B を持ってないっていうのもあるんだけど、取ろうと思えば取れるんだけど、ノイヤーはさすがに使おうって思わないから。あ、そうなんすね。B でも使おうって思わないね。アリソンとかデヘアが B だったら、あとシェスニーとかが B だったら別にいいかなって思ってるんだけど、ノイヤーだけはさすがにちょっとない。やっぱあのポジショニングですか。きつい。なんか自分があのミドルを打てるから、5、60m ぐらいの。あれをみんながやるわけじゃないんだけど、さすがにあれやられたら萎えちゃうのと、あとポジションのちょっと移動が激しすぎたり、あと前に出すぎてて、ボール取れなくてとか、なんかこう出てきてんのに、中途半端な位置でかっさられて失点とか、ああいうのがあるから、ノイヤーはちょっと難易度高くて無理。ノイヤーは別に黒トレードできるけど、今、トレードしてない状態。缶は小さい。アリソン・デヘアかな、この辺が B だと本当ありがたい。仮になんですけど、この
フォーメーションでいくとするじゃないですか、試合に、うん、コンセプトって何をつけてるんですか。コンセプトはこのフォーメでやるときは、はい、サイドバックディフェンシブで負けてたら全然外しちゃう、はいはい、追いつかなきゃいけない展開とかだったら外してターゲットルームメニゲとムバッペに入れてる。あ、そうなんです、まあ、ここはなんかムバッペに入れてるのは、はい、結構試合によってマッチマッチって感じ、はい、ロナウジーニョの方が調子よかったらロナウジーニョとルームメニゲに入れるし、なんかこっちの左と右に関しては調子のいい方にカウンターターゲット入れてあげて1試合振るって感じ。多分調子でも多分前後左右すると思うんですけど、アンカーを最初から入れてないのがちょっと気になって。アンカーはこれはこの褒めでやる時の見栄えで置いてあるだけで、はい、まあ、CMF2 枚にしてあるからアンカーはそもそも発動しないから。あ、確かに。この褒めでやる時はもうジューベとシューバーはベンチ、もう使わないからベンチに置いてある。こっちでやる時はフィッシャーのこの2でやるときは10メートルシューバンカーに入れるけど、はい、基本的にはこの1と3使うことが多いから。あ、そうなんですよ。今はまあ10メートルシューバーはなんかだからそうなった時のためのアンカー要因で入ってるだけで、あ、このガスペリーニとこのティモ・ビンデバルトで使うときは10メートルシューバーは居場所なし。そうなんですよね。そんなに強くなかった。あ、そうなんですか、うん、まあ弱くはなかったんだけど、ちょっとやっぱね、物足りないわ。能力通りって感じだったやっぱ。ああ、そうなんですね。うん、コング、まあレベルマックスがないからまだあれなんだけど、まあそこまでやっぱ飛びっきり強いってことはなかったね。多分ノーマルのカズミロとかと比べても大して変わんないから、能力が。そうっす、確かに。うん、まあ一応 B 固定だから、まあこれよりはさすがに取ってくれたりするけど、うん、はい、うん、まあB だからっていうだけだね。 B のアンカーだからっていうだけで、多分バリオスとか好きな人は多分バリオスが好きだろうし。ああ、なるほど。補正はね、アーセナルユニも試したんだけど、はい、なんかあんまりかける価値ないなって思っちゃった、アーセナルは。そうなんですね、うん、じゃあ俺の場合は特にルンメニゲ前にいるから。そうですね、ルンメニゲとあとベッケンもいます、ね、このルンメニゲに能力かけちゃうのが一番効率いいかなっていうのと、確かにアイコニックバフ基本的に中盤とか後ろの選手にかけるメリットがそこまでわからない。わかりにくい強さが。そうですね、確かに。だから今バン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 アイコニック引いてる人でも、はい、多分ユベントスとかバルセロナにしとくのが賢いかなっていう気はする。ロナウドとかデルピにバフかけたり、はいはい、メッシとロナウジーノにバフかけたりっていうのがいい気がする。後ろマジでわかりにくい。あーすん、いやでもこれもそれ言ったらも自分スカート完成しますよこれ。はい、フリット。フリット、はい。前にフリット。はい。で、あと、ライカールト。中盤に、このアラバのところにライカールト。はい、だフリット、まずこの、こっちの方がいいかもな。ああ、そうっす。フリット手に入れる。ムバッペのところフリット。フリット手に入れる。はい。で、まあ、ロナウジーノとかはまあ外れるかもしれないけど、そうなってくると。はい。でも、ライカールトも入ってくる。アンカーにライカールト。で、マルディーニ入れる。マルディーニ、あ、そっか、いますもんね。マルディーニ入れて、で、あと多分このスパサブ1枚のところを多分インザーギにする。はぁ、いいっすね。で、ファンバステンするで、ミランユニ。まあ、要は前作と変わんないってことですか？変わんない。多分フリットに、ルンメニゲ強いんだけど、バイエルンユニ着ると、はい。フリットね、ミランユニ着ると本当にやばかったから、ミランユニにすることになったら、引っ張り出す、ファンバステン。倉庫から。確かに、最初からいましたもんね。そう、さすがにね、なんかミランユニ着ないとね、ちょっとパッ物足んないって感じちゃったから、なんか強いんだけど、はい、ファンバステンじゃなくてもいいかな感があったから、だから結構この控えの選手たちはね、適当ではないんだけど、そんなに強いこだわりみたいなのがない、うん。このバルベルデのところと、コレアとマルシャルのところはもう誰と変えてもいいやって感じ、同じポジションだったら。マルシャルはめっちゃ強い。あ、そうなんですか。久々にスパサブの選手で、あ、強いなって感じた、マルシャルは。これは全然使える、あのスタメンで使える。あ、そうなんですね。絶好調だったらめっちゃ強い、久々にちゃんとスパサブで強いなって感じる選手。そうなんですね、うん、まあ、普段あんま使わないっすもんね、スパサブ。そう、 C でスパサブで、まあ、B とか A になってくれたら本当絶対外れないぐらい感覚がいい、マルシャルはっていう感じですかね。あとはそうだね、アラバとドンナルンマとクルトアの FP が当たってくれたらいいかな。多分キーパーはもうね、この2人より強いやつが出てくると思えないんだよね、この後。背がでかいから感じかな。あとはロナウジーニョも結構無理やり入れたいからウイングで入れてる。ロナウジーニョは ST にしちゃうとナンバー10になっちゃうから、そうそう、出ちゃいますもん。ウイングにしといてナンバー10出ないようにして使ってあげれば強い。無理やり使えば無理やり使えば
あとこうなってたりすることが多いから、no. ベッカムじゃなくて、はい、調子にもよるんだけど結構こうなってることが多いかも。このウィング・ロナウジーニョ、これはね全然いけた。あ、そうなんですね。ウィング・ロナウジーニョは全然いける。まあロナウジーニョはどうしても使いたかったら左ウィングが、なんか左ウィングか442の左サイドとか。あ、はいはい。もうナンバー10消せばめっちゃ強い。そうなんです。めっちゃ強い、能力通りしっかり能力高い選手の動きだなっていう感じ。ロナウジーニョは形上はなんか今流行りの 3OMF と似てますけど全然違うんですけど。いやー、なんかやっぱ 3OMF 結局あれワントップなんで、前に1枚残すだけだとどうしても攻撃スピードアップ難しかったり、ちょっと技術が多分いると思うんですけど、この方面適当に前3枚に蹴っとけば点取れるんで個人的にはあとはもうほんとウィングとか ST の動き次第。ああ、そう。その動きどれぐらい見てられるかっていうのが大事な気がする。あとここ DMF にしてないのは、はい、もうちょっとでも前に入ってきてほしいから、攻撃参加してほしいから DMF にはしない。2人とも CMF にして攻撃参加の方に、はい、でゲームのなんかね AI の使用上ね、はい、ビエラがバーって CM 兵出てったらアラバは大体この辺陣取ってくれるから。あ、そうなんですか。先に先に出た方に合わせて、はい、遅れた方がバランス取ってくれるから、別にどっちも CMF でもいいのかなっていう感じでやってますね。アーセナルアイコニック、ビエラしかスタメン入ってないですけど、ビエラは期待通りでした。ビエラは期待通り強かったですね。ただここで使うんだったらあのみんなが持ってるあの当たった最初に当たったビエラの方が欲しいですね。ハードプレスのビエラの方がここで使うんだったら、ちょっと前に出しゃばってきすぎるんで、さすがに昔のビエラ持ってる人は多分本当わざわざトニック必要ないなって感じました、使ってみて。このビエラに関してはキャンベルは多分スタメンになることないですね、自分はこれまあファンダイク調子普通、キャンベル絶好調とかだったら、はい、出すかなぐらいの印象ですね、使った感じ、うん、ちょっと足元うるすすぎるんで、アクロバティッククリアは欲しかった。つけに行ってもいいかもしれない、スキトレ余ったら。つけられますもんね、1個。こうやって比べてもやっぱ圧倒的に足元足りないから、このそばのファンダイクと比べると。でプジョルはね、ワンタッチパスとか持ってるのが地味にでかい、ディフェンスラインで。あ、そうなんですね。そう、ボーンって蹴られた時の処理とか、はい、あ、ごちゃごちゃごちゃってなってる時の処理、はい、結構ワンパで出しちゃうことあるから、そういうところの処理、ディフェンスラインでワンタッチパス持ってるのは結構評価高い。おー、ベッケンはうまい全部もう緑とか、ベッケンはもうとにかくうまいベッケン 2,3 人欲しいそれぐらい優秀。まあ、今後多分アイコニックで似てるのは多分出てくるんじゃないですか。そうだね、ベッケンバーだから本当はね、ベッケン、さっきも言ったけどベッケンで左にマルディーニにしたいんだよ。あ、プジョルのところ、ね、マルディーニも結構いいですもん。そうだから、まあ、そういうところが早く出てきてほしいかなって感じかなアイコニックは。はい、というわけで、まあ、眉毛さんの現段階のマイクラブスカット紹介をやってみました。この動画を見て気に入ってくださった方いましたら、チャンネル登録、高評価、そしてコメントの方もよろしくお願いいたします。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。